岩波文庫は、株式会社岩波書店が発行する文庫本レーベル。1927年7月10日に、ドイツのレクラム文庫を模範とし、書物を安価に流通させ、より多くの人々が手軽に学術的な著作を読めるようになることを目的として創刊された日本初の文庫本である。最初の観光作品は、心、五十頭、濁り絵、竹比べ。 戦争と平和第一巻、桜の園など22点であった。岩波文庫は国内外の古典的価値を持つ文学作品や学術書などを幅広く収めている。1991年に活字を大きくしたワイド版を創刊マイナスに収録されているから1998年、現代文庫から岩波文庫への移行再開もある。 文庫端末に掲載されている読書誌に宿りきす岩波文庫発刊に際しては、当時の教養、啓蒙主義のもと知識を一般民衆に普及させるために刊行したという旨とともに、ドイツのレクラム文庫を模範としたことなどが書かれている。起草者は三木清で、当時の社長であった岩波茂雄の名で発表された。当初はカバーではなく、 色体をつけたグラシン紙のみで本体を包み、色別で分野を明示していた。1960年代頃から他社の文庫はカバー導入を行ったが、岩波文庫でのカバー導入は遅く、カバー付け文庫版の初登場は1982年10月であった。1987年7月の新刊からは全てにカバーをかけ、背拍子の帯色で分野明示となった。 1990年からは復刊にもカバーをつけている。フランス層の雰囲気を出すために製本工程において天部を化粧立ちしていない。戦前のものは本体の背が現在のものより1センチ高く作られていた。古くからの読者には馴染みが深いが、定価は金額ではなく星印で示しており、一つ円などと、 星の数で値段を計算していたの相関当初は一つで20銭であった。値上げの際には、1973年に一つあたりの値段を70円に値上げするまでは単価の改定で告知していた。しかし、1975年の定価改定時にマークを導入し、の在庫品に関しては、当時の一つ70円という旧価格で販売し、新刊、1版時にマークに切り替え、 一つ100円とした。さらに、1979年からは、マークを50円として設定し直し、100円のマークと併用して50円刻みの価格設定を行った。この方式は1989年の消費税導入時に総額表示が行われるまで続いた。岩波文庫には原則として絶版はなく、品切れがあるのみで、1982年から、 定期的にリクエストの多い過去の観光物の復刊を行っている。重版も毎月3から4冊と数十冊の一斉重版も年に1から2度している。カバーの背表紙下側の色によって大きく5つのジャンルに分けられている。1974年までは、海分類は観光順を基礎とするものであったが、1974年から庁者番号によって、 小さなジャンルに分けられる方式を採用した。しかし、当初は移行期ということで、帯の背には旧来の観光順の番号をつけていた。全面的に著者番号を導入したのは1976年からであり、帯にも著者別番号を記載することになった。また、本体には1974年までは通算した星の数が番号として記載されていたが、 1974年の新刊1版からは著者番号に統一された。これは6桁の数字で構成されるのが基本で、1から1の古事記ならば30から001から1のように記載される。小さなジャンルでは著者番号が原則99人分しか確保されていないことになるが、すでに満席となった赤帯500番台のフランス文学や、 青帯百番台の近代日本思想などでは、著者番号の前に N をつけることで、著者数が拡張されている。このほか、解説総目録や文学案内などの別冊がある。なお、赤、青、白間で時期によって収録作品の分類が変わっていることがある。例えば、ルソー、告白、孤独な無双者の散歩は赤から青に移籍した。 佐藤翔吾の直木賞受賞作、月の道掛けは岩波文庫に収めるには新しすぎるという理由により岩波文庫的というレーベルで似た想定の文庫版が出版された。岩波文庫の ISBN コードは上記の著者別分類番号の6桁をそのまま転用しているものが基本であるが古典文学の注釈者や外国作品の翻訳者が異なるものであっても岩波文庫では 同じ著者別番号を使用するとともに、ISBN コードを使い回すことがあった。例えば、佐々木信綱編の新帝、新訓万葉集上官の ISBN10 は、ISBN4 から00から30万 51X である。新日本古典文学体系を文庫版にした、佐竹昭弘、山田秀夫、工藤力夫、大谷正夫、 山崎福の万葉集の ISBN13 は ISBN978 から4から00から3051から9である。ISBN10 の ISBN4 から00から 3051X を ISBN13 に変換すると ISBN978 から4から00から3051から9になるので、 ISBN コードは同じものを使っているということになる。両者とも、記号から1という分類番号が与えられ、表紙には30から005から1と横書きで、背表紙には記号から1と縦書きで表示されている。そこで、大学図書館の検索システムなどでは、国立情報学研究所が付与した認証紙 ID を用いて、前者の申定。 新訓万葉集上管には、ムシド BN02932172 を、前者の新定。新訓万葉集上管、特装版には、ムシド BA30109498 を、後舎の万葉集には、ムシドど BB1132467 を、改定再販。新訓万葉集には、ムシド BN01004385 を割り当てるなど、して区別している。 ISBN コードはその書物のユニーク性を維持する目的で定められているので、このように ISBN コードを使い回すような運用は本来言ってはならないルールになっている。インターネット上の古書市場において商品の識別に ISBN コードに由来する値を用いているシステムを運用していると、それまでの旧版と全く約注射が異なる審判とが、 同一の番号に紐付けされ、両者を区別して登録することができなくなる。出品者、購入希望者ともに留意が必要である。公共図書館の蔵書検索システムや店頭書店の在庫管理システムで ISBN コードのみを用いた場合も同様の結果となるので、著者名、公注者名、翻訳者名なども合わせて確認する必要がある。なお、万葉集に関しては、 第2巻には、記号から2と、長者別分類は、9のものを維持しながらも、ISBN コードは、ISBN978 から4から00から30万55から7という、今までの漢本にはなかった番号が与えられ、第3巻以降と、原本万葉集は、新しい番号となっている。また、年から、以後の版や、古典作品の新版では、は、 いずれも著者別分類は同じであっても新しい ISBN コードを付与している。岩波書店を創立した岩波修行がドイツのレクラム文庫のような古典作品の安価な文庫化を日本でも行おうとして創刊された。戦中には、鴨ものま五位、書位や元織則リ長、自家比例など、国学の文献や軍隊の服従と依頼などが発行された。 戦後は、聞け和田罪の声や社長、吉野源三郎の、君たちはどう生きるか、などが発行された。1938年2月7日、社会科学関係書目28点など、自発的休館を信じられる。1989年2月に出版された、岩波文庫版は、原書の全26章中、第1章から第10章。 第16章と序章の一部が省かれている。役者後書きでは、原著は本文25章のほか、序章、終章、中を含む大札であるが、翻訳書では主観的な色彩の強い全史的部分である、第1から10章と第16章、王政復古派の希望と夢を省き、また、序章の一部を省略したと述べている。岩波文庫版で省略された章には、 当時の中国人が共和制を望んでおらず、成長を認めていたこと、満州が新朝の故郷であること、定位を追われた皇帝が日本を頼り、日本が助けたこと、皇帝が満州国皇帝になるのは自然なこと、などの内容が書かれている。岩波文庫版の旧版役所は、多数の語訳や不適切な訳文が指摘された。以後は在庫なしの状況となり、 入手は困難であったが、2011年11月に新役所が出版された。岩波文庫版では、騎士道を任教と分けするなどの問題が指摘されている。中川康弘は、著書、保守主義の哲学において、この翻訳について悪意を感じると発言している。1994年4月23日の和田積み回会で、 副理事長の高橋武智が理事長に就任し、第四次和田積み会が発足する。第四次和田積み会は1995年に、岩波文庫から、審判、聞け和田積みの声を出版したが、遺族や関係者から、誤りが多い、遺族所有の原本を確認していない、遺向が歪められている、遺向にない文が付け加えられている、訂正を申し入れたのに増殺でも反映されなかった。 といった批判を浴びることとなる。1998年、遺族は中村勝郎、中村武夫、西原若菜が発起人となって、第四次和田摘会とは全く別に、和田摘遺族の会を結成。うち中村勝郎と西原若菜が遺族代表として、和田摘会と岩波書店に対して、勝手に原文を改変し、著作権を侵害したとして、 審判の出版差し止めと精神的苦痛に対する慰謝料を求める訴訟を起こす。原告が提出した原本と審判第一冊の対象データをもとに岩波書店が修正した第八冊を1999年11月に出版し提出した結果、翌12月、原告は要求のほとんどが認められたとして訴えを取り下げた。科学者でもない翻訳者。 福田博史年の誤った解説を何ら検証することなく掲載し、読者に重大な誤解を与えた。左は岩波文庫で天安カットで製本されている。右は比較用の三方立ちで製本された文庫本。総監督書は活版印刷、糸かがり、ネ根アンカットスピン付きグラシンのカバー掛け等の造本であった。天安カットの掲載を採用したのは、 フランス総風の洒落た雰囲気を出すためとされるが、現在一般的になった三宝たちに比べると、製本上手間がかかる。岩波文庫では、しおり紐は1970年に廃止されたものの、天安カットは維持している。ありがとうございます。